清水南山は、広島県豊田郡、後村出身の長金家。日本画の大家である、平山育夫の祖母の兄。広島県出身者としては初めて特待生として、東京美術学校に入学した。最初は、絵画会所属していたが、後に長金家に編入した。長金家を卒業後に研究家で、加納夏を、運の勝る民に、祖像家で、藤田文造に学んだ。 その後は独自の創作活動を続け、長近海の第一人者としての地位を築いた。1909年、香川県立工芸学校の教諭になるが、6年、あまりで退職し、奈良県に住んで、法流寺の古美術を研究した。1919年から1945年までは、母校の東京美術学校の教授として、学生の指導に当たった。この間、提出 日本彫金会会長、帝国美術委員会員を歴任した。その作風は、伝統技法を大切にした格調高いもので、倍数時に陰密などの代表作を残している。南山の専門とする彫金は、金属面をタガネで掘り崩し、絵画的文様を表現するという、極めて装飾性の高い技術である。第二次世界大戦が終結する1ヶ月前、 東京美術学校を体感して故郷に疎開し、そこで終戦を迎える。戦後、物資が乏しく、材料や工具など、不自由であったが、創作活動を続けた。そして1948年12月7日、結核性腹膜炎を患い病床に付し、東京の自宅で死去した。去年73、ありがとうございます。